やっほー、星ありがとうございます。夢を追いかけて、ありがとうございます。音符どこか遠くに見えちゃった日、あーごめん予約、すいません、すいません、出かけてました、ちょっと、あーすいません。桜ありがとうございます、たくさん桜の花びら。ありがとうございます、桜の花びら、三色団子ありがとうございます。ごめんなさい、今日の一日を紹介しよう。やっぱこのリップかわいい。え、今日ね映画見てきたよ、映画見てきたよ。でさ X 見たらさ、あのココミンのファンの方がさ言っててびっくりしたんだけど、ありがとうさくら。今日の昼は食べてないかも、あ食べてないですね。そうホラーの変な家見てきた、めっちゃ面白かった。ありがとう三色団子、変な家見てきたよ。でもねなんか X にさ、えあれあれって思って、そこからありがとうございます。こんにちは、ホラーの変な映画あれだよ、変な家、変な家、変な家っていうあの映画があるんですけど、見てきましたけどめっちゃ面白かった。ありがとうございます。あ、桜とのツーショット届きましたか、ありがとうございます。青緑、青緑、ありがとう桜花びら。え結構ほら、ありがとう三色団子、桜の花びらありがとうございます。えでもなんか怖かった、怖いとか見てないです、目つぶってたので。ハートありがとうございます。ほらほら、そうほらほらで見てきたんですよ。でその後練習して帰ってきました。面白くない、映画館行ってそのまま直でレッスン場行ったって感じ。泣かなかったのか、泣かなかったよ。まあホラーで泣くことはないですね、なんか感動して泣いたかも、ちょっと感動して泣きそうになった。三色団子ありがとうございます、桜の花びら、レインボースターありがとうございます、星ありがとうございます、ありがとうペンギン、ペンギンありがとうございます。そう映画からの練習してきた、めちゃくちゃ面白かったんだけど、あのおすすめです、ぜひ見た方がいいです。これはやっぱり気になってただけあって面白かった。でちなみにこの服で出かけたわけでもなくて、もっとめちゃくちゃだるぎれで、そのねレッスンに行きたいって思ってたから。風がここ、そうあのレッスンに行きたいと思ってたから、もうめちゃくちゃだるぎで行ったんですよ、レッスン着で。なので一回着替えました今これに。この服めちゃくちゃ可愛い。星ありがとうございます、桜の花びら、あれが花びらありがとうございます。そうちょっとなんかちょっと感動みたいな、ちょっとね
ありがとう桜の花びら。新幹線帰宅途中ママと行きました。ありがとうございます桜の花びら。ダルギーのまま迎えに行くよ。そう、制服の目の練習です。そう、日本戦の服、あれもみんなもうめちゃくちゃ愛用してます。あのファンの方からいただいたんですけど、なんかレッスン着でも着れるし、あの普段そのレッスン着までいかないおしゃれな感じで着れて、私服でも着れてめちゃくちゃ助かってます。もうマジで着てる、やばい、着すぎててなんか壊れちゃうか心配なぐらい着てます。ありがとう三色団子。自主練です。星ありがとうございます。女優ライブありがとう。桜の花びら、三色団子ありがとうございます。ハートありがとうございます。いやママ全然ホラー好きじゃないんだけど、うちが見たいってずっと言ってたらなんかしょうがなくって感じでした。そう、お母さんと仲いいよ。お母さんと仲いいです。そしたらあのファンの方がねいてびっくりしました。同じところかわからないけどファンの人も見てたっぽくて。インドネシアからありがとうございます。三色団子と桜ありがとうございます。今はあれなんですよ、あのイベント中で頑張ってます。おしゃれな服着てるの面白いよね、家の中で。まあね、少しでも配信が楽しくなったら。え、でもさ変わるくない？なんかさレッスン着でしてるの言えないけどさ、自分がすごいパジャマで配信したりしてるからあれだけどさ、あれじゃない、パジャマとかよりさこういう私服の方がテンション上がるくない？ありがとう三色団子、桜ありがとうございます。幽霊見たことあります。ありがとう桜の花びら。そう、ママは心霊好きなんですけど、なんかさ事故物件っていう映画あったじゃん。あれだったら多分まだね、題名的にとか映画の内容的になんかそういうの好きだから見に結構ノリノリでいたと思うけど、変な家はなんかどういう話なのかよくわかんないとか言って見に行ったんだけど、なんかめちゃくちゃ面白かったって後から言ってたからよかったです。桜綺麗、三色団子ありがとうございます。花びら、おつにじ、パジャマもいい？確かにいいね。自己物件面白いよね。花束ありがとうございます。変な家めっちゃ面白いからぜひ見てほしい。足が痛い。ありがとう三色団子、桜ありがとうございます。え、わかる、事故物件はそんな怖くないよね。ありがとうございます桜の花びら。幽霊見たことありますが一番ほら、え、でもね、なんかあれは本当に現実なのか現実じゃないのかって感じだよ。ありがとうございます花びら。夜怖くなったりしないかな。でもなんか怖いシーンがめちゃくちゃ多くて結構怖かったんだけど、あんまり見てないですそこは。なんかこういう感じで見てた。リアル本当にこれで見てました、怖いところは。ありがとう桜の花びら、三色団子ありがとうございます。里加穂さんね、あのさホラーってさあれだよね、なんか多分さ見始めたら面白い気がするんだよね。ありがとう桜の花びら。ディズニーと投票します、ありがとうございます。ありがとうございます。三色団子ありがとうございます。レッスン場だから劇場に幽霊、え、どうなんだろうね、どう思う？ありがとう三色団子。おここめと同じ顔、これで見てたからね結構本当に。キサラギ駅見てないけどなんかこういう話っていうのを見ました。怖いシーン来るのってわかるよね、なんかそのさ急に音楽が消えたりとかさマジで怖かった。なんか本当におすすめです、見てね。ハートありがとうございます。目を細めた、なんかさ 見ないじゃん、ちょっと本当にまつげで目が隠れたりするから結構これで見てた、これで見てました。途中とか目つぶってたもん本当に怖いところは。
ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。桜の花びら、なんかさ自分の家、ありがとう桜の花びら。なんか自分の家がさちょっと怖くなってくる。マトリが、マトリがなんかやばい、変な、これ変な家だったらどうしようみたいなとか思いますね。あとうちのおばあちゃん家がめっちゃ広いんですよ、マジで。なんか蔵とかある感じがあって、でも庭とか、庭になんか一軒家建つじゃんくらいの広さがあるんだけど、庭もめちゃくちゃ広くて家も広いんだけど、だからなんか面白い間取りな気がするなって思って。ココミンって怖がり、え、どうなんだろう。でもなんか怖いあるじゃん、動画とか見ても。で頑張ったら全然一人で入れるお風呂とかだけど、お姉ちゃんが絶対無理だから一緒に入ってます。ありがとう三色団子、花びらありがとうございます。そう、わかるわかるよね、めちゃくちゃ。いや泣かなかった、全然全然。ありがとうございます花びら。そう、ママが心霊動画見てるんですよ、だからそう、なんか良さげでしたよ、ママも多分。ハートありがとうございます多分。良さげでしたね、面白かったからおすすめです。ココミが可愛い、ありがとうありがとう。本当にお昼寝した時、やだどんな夢。ありがとうございます桜の花びら。お化け屋敷無理かも。ありがとう花びら、三色団子ありがとうございます。花びらありがとうございます、たくさん。三色団子ありがとうございます。うん、え、長野県出てきたんだけど、話の内容で途中で長野県出てきてさ、びっくりした。まさかの長野県って思って、なんか親近感湧いて嬉しかった。肝試ししたことあるよ、風が心に。戦慄迷宮みんな行ったことある？笑顔が素敵、ありがとうございます。ビルの山で、えー、やだね、肝試しあるけど、なんかなんて言うんだろう、おばあちゃん家だった、それもなんか広くて怖いんだよね、ちょっと暗いから、なんか山の奥の方にあるから。そうだからなんかあれなんですよね、何もないけどね怖いみたいな、幽霊が出る噂とかもないけど、なんか怖くて子供の頃は、だからよくやってました。そうだよ、桜の夕方メール送ったので返信待ってます。仕事おつねじ、トイレから人の手出てきて、え、やだやだね。なんかそういうのあったよね、そういうさあったよね、見たことあるな。文化祭とかのお化け屋敷は楽しいよね、わからないけど。体探しね、ハートありがとうございます。肝試しやばいよね、うちも絶対無理。ハートありがとうございます。え、桜イベントもあるんですけど、あの皆さんが桜のココミンが見たいっていうので、これも桜だし桜にしてみました。ハートありがとうございます。桜の花びら、なんか霊感って大人になってから強くなる人と、大人になるにつれて亡くなる人がいるらしいです。ありがとう桜の花びら。藤山が怖かった、行ったことがないんだよね富士急、全然。いいなお化け役、いいな、楽しかったかな。ありがとう三色団子。子供の頃ばあちゃん家がでかくて怖いってだよね、
お風呂ね、ちょっと変な絵でもお風呂できた。怖かった。金縛りね。え、金縛りやったことある？みんな。ありがとう、桜の花びら。森学園夜勤病棟触れながら、お疲れ様です。おつにじ、おつにじとか言えないぐらいのお疲れ様ですって言いたくなるぐらいのおつにじです。ありがとう三色団子。いだよね、霊感ね。ありがとうございます。桜の花びら。長野は怖いになってるね。ちょっとね、長野県怖くなっちゃってるよね。なんかさ、街並みっていうか、なんて言うんだろう、なんか道路とかさ、山の感じみたいな、なんか長野県を思い出すなとか思って見てたらさ、本当に長野県でびっくりした。お化け役楽しかった、よかった。お化け役がいいの、何役がいいかな。え、なんかそこのあれやりたいな、あれあるじゃん、お化け屋敷に入る前のあのなんかどうぞとかいる人にやりたい。金縛りある？結構みんなあるね。え、どうだった？どういう経験したの？それでみんなは未経験。うちもそう、なんか金縛りかわからないやつってあるよね。これが本当に金縛りなのかみたいな。ありがとうレインボースター。みんな金縛りやってもろね。おつにじめっちゃ怖くて混乱する、やだね。マクチカなんか倒るのは悲しみ。今日もかわちゃんありがとうございます。夜の病院の真っ暗な廊下もねえ、わかる。やだ、誰もいない2階からよく物音がしてた。お祓いしたらなくなった。え、それ絶対やばいやつじゃん。うちの職場の近く、え、高藤来たいな。こんばんは初見さん。意識あるのに体が動かない。やだね。え、思った、なんかあるよね、なんかさ、こういう機械に乗ってお化け屋敷回るみたいなやつはさ、もう絶対行けるじゃん。でも距離近そうだよね。松本城は行ったことあるよ。どうでしたか？目は覚めてるのに体が寝ている状態。こんなに可愛い子にどうぞって言っても怖くない。そうね、ちょっと怖めに言わないとだよね、お化け屋敷だから。あれはかな、え、金縛りってなんかどうなんだろうね。ありがとう桜の花びら、三色団子ありがとうございます。そう、30万ありがとうございます。うん、 UFO、 桜の花びらありがとうございます。メロンソーダ飲みたくなってきた。飲もう今から。変な不気味さますかも。確かになんか貞子の 髪の毛とかかぶってたらいいね。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。前も言ったけど、夏なのにめっちゃ寒い、部屋だね。夏なのにめっちゃ寒いのってめっちゃ嫌じゃない？ここみんな楽しみにしてるね。楽しみにしてて、え、使う？使う？髪が伸びる、え、聞いた、知ってる知ってる知ってる。え、あるよね、なんかちっちゃい頃ってさ、なんかちょっとさ、周りの家と比べてさ、ちょっと和風な家とかってあるじゃん。そういう家ってなんかさ、ちょっとあれだよね、お化け屋敷とか言われてたよね、みんなに。あと12万で50万ですね。ありがとうございます、桜の花びら。ありがとう桜の花びら。あ、高藤の桜見に行ったことある。え、結構みんなあるね。あと12万、固定で買えない、嬉しい。初期アバターから買えるなんて嬉しい。三色団子ありがとうございます。アバター嬉しすぎるよね。世界の山ちゃんいいな。世界の山ちゃんってめっちゃ悪くない？愛知県に。かしこみかしこみしましょう。急に暑くなって、え、わかる、悩むよね。レッスン着とかどうすればいいんだろうって思って。
ありがとう、三色団子、桜の花びらありがとうございます。男女ココミありがとうございます。ちょっと買えない、嬉しい、ありがとうございます。花びらハートありがとうございます。三色団子ありがとうございます。だるまありがとうございます。桜ありがとうございます。こんばんは、初見さん、うん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 、そう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 、アバターのチャレンジをしてます。もう30万は達成しました、ありがとうございます。よくその時にホラー話ね、ありがとうございます。桜三色団子ありがとうございます。夏場のレッスン場は昇番にしちゃう、え、どうぞ、どう思う、どう思う。今日はあったかかったよね、本当に嬉しい。たかと言ったけど駐車場からめっちゃ歩いた記憶しかない。え、歩きますよ、やばいよねあれ、しかも坂だよねあれ、きつかった。同じところか分からないけど、なんか高と宿泊場みたいなところでうちはやりました。ありがとうございます。桜たくさんね、アバターのみんなココミになっちゃうかも。もつ虹桜ありがとうございます。今日は一日ご飯作る工場で仕事したけど、マジですか、マジか、え、めっちゃ暑いらしいよね。なんかさ、うちさ、ママがさ、保育園の給食作ってる仕事してたんだけどさ、マジで暑いって言ってた、夏は。ありがとうございます、さくら。たかとおすすめです。ありがとう。桜の花びらたくさん。風に乗るよ高く翼を、あ、ワンダーがコインしてアンさんにて少しもらうまでが僕の仕事です。風に乗るよ、アバターいいね、ありがとうございます。花びら三色団子ありがとうございます。初見さんありがとうございます。高藤、え、どうなの、高藤って何なの、高藤って何、え、なんかさ、今日ね生写真が家に届いたんですよ。で、生写真が家に届いて、え、やったみたいな気分じゃん、生写真が家に届く時って。え、届いたって思って袋から開けて見るじゃん、そしたらさ、ママが買ってんの、なんかママが親戚の人とかに渡すために買ってるのね、おばあちゃんとかおじいちゃんとかに1枚渡すみたいな。そのおばあちゃんとおじいちゃんも見たいじゃん、うちのアイドルしてる姿を。だからさ、あれなの、いつも5個買ってんの、うちの生写真で5個買ってて、だからさ6,000円ぐらい、6,000円うん使ってるみたいなやつの生写真に。で、今日届いたら表紙がね、さつきち、さつきち、ゆわにゃん、さくらさん、うちだったの。え、みたいな、どういうことって思って、もう怪しいじゃん、そこからもう。ありがとう三色団子。で見たら、え、5個ともランダム買ってて、もうやばくない、5個個別だったはずなのに5個ランダム買ってて、見て、こんなに、これ全部ランダム、もう罪悪すぎない、見て、ほら、もうありすぎ、どういうこと、ココミン3枚です。しかも同じやつ、あのね、ここにココミンなさそうなんだけど、なんかココミン同じやつ出ました、3枚、2枚が同じやつで1枚はなんか違ったんだけど、最悪じゃない、マジで間違いがち。ありがとう三色団子。なんかママが
あと2日で締め切り終わっちゃうみたいな、この買うやつが。なんか急いで買わなきゃとか思って買ったらもう間違えてたみたいな言って、最悪って言ってももうその後めっちゃ気分が悪くなってましたね。ありがとうございます、三色団子。そう、本当に出た人言うとね、これ見せていいの？見せない方がいいのかな、わからない。一歩に迷いも今なら信じられるあの景色は。メルカリ見せない方がいい、どっち？どっちの方がいい？じゃあ見せないとくね。じゃあ出た人言ってみるね。さつきちゃんと、さつきちゃんっていうかさつきちね、さつきちとサータンとココハとカキレナとキョッピーさんとサータンとサヤちゃんとユアニャンとユーネさんとコッちゃん、ミユちゃん、ミーパン、ミーちゃん、レナ、カキレナ、ミヤビーム、ミユちゃん、サータン、サツキチ、アンズさん出たんですよ。ユーネさん、サックーさん、こっちゃん、リーナさん、ココハ。そうなんですよ、そうです、アンズさん出たんです。でも1個でした、こんなにあって、こんなにあって1個っていう。でアップが、アップを狙ってたんですよ、アンズさんが出るならアップね。でも全身でした。さやね出たよ、さやね。誰が多かったかな、ゆうねさん2枚、でもゆうねさん2枚ね、こんなことがあるんだろう買ってぐらいのことが起きて。光は届いている。え、くるみさんいない。あの景色は目の前だ。え、でもね、引きココハはかダブリ、カキレナもダブリって感じ。一番多かったのはサータン、ユーネさん、ミヤビームかな。いいなぁ。ココミンの個別買った人どれくらいいる？昨日声で消えないね。ね、いいよね。いい子に迷いも今ね。みんな気をつけてね、こんなに買ったから。ほら、もうやばくないこれ。5,000〜6,000円かかりました。一歩に迷う日も今なら信じられる、あの景色は目の前。そう、毎回買ってる、嬉しい、個別買いました、ありがとう。いいなー、いいなー。ゆうねさんお預かりしましょうか。買ってありがとう、出かけてね。 K2 ココミンね、頑張ります。何でしょうかそれは。あの景色は目の前だ。一歩に勇気も今なら信じられる。ありがとうございます。間違えない、買い忘れた。アンズさんのファン多かった、ありがとう。さくらたくさん、アンズさんコンボ送りますね、ありがとうございます、ありがとう。
ありがとうございます。桜ありがとう、花びらありがとうございます。ありがとうございます。え、これ何の衣装だっけ、これ何の衣装、これ同じ日に撮影したんですよね。桜餅ありがとう、桜餅ありがとう、花びらありがとうございます、綺麗ありがとうございます。なんか今日はシュッとしてる、これ今日ついに私は見た、手を挙げてタン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 、臆病で愚かな、うん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 、チッ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 、ハートポーズ。逆上がりです、これマジでめっちゃ前撮ったの。首かけた、あ、危ないめちゃくちゃ見せようとしちゃった。そう、逆上がりの衣装です。めっちゃ前なんだよね、撮ったの。首にかけたアイリン、ハートありがとうございます。スニジランダムアンツさん出ましたよ、1枚。え、これ何枚、30枚とかってこと、これ。やばくないそれ、ちょ数える、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25個買ってる。これが本当は全部うちだったのに。あの景色は目の前だ、ありがとう三色団子。危な危ないね、逆上がりね、できないかも。コインが計算できた、うちはどうしよう、まあ、どうしようね、裏表でみたいな。2本、2枚持ちのサイレンフ5本、やばいね。その日が楽しみ。おつにじこんばんは、ありがとう桜。やだよね、ランダムってこういうのがありますよね、買わせる衝動っていう。おつにじ三色団子ありがとう。迷う日もここやりすぎじゃない、さっきから。高藤ちっか、やばいね、ワクワクがあるよね。ちょ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 チーム別ランダムだと思う、これは今研究生ランダムか。え、じゃあさ、これさ、11期生しかいない時ね、研究生にめちゃくちゃさ出たんじゃない、自分の推しメン。ありがとうございます。三色団子、国民の力でランダムか、難しいね、そこまで力がなくて。トレード、あ、そうだね、お友達いないからな。ありがとう、チーム別じゃなかったんだ、リトマやばい。え、いい子で火曜日かけなかったとしても、アメリカのシュートを知らなくても、やばいね今日さ、マジでさ、映画見てる時にさ、翼、頼りは翼が離れなくてさ、このチャン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 チッチッチが離れなくて、チャンチャンチャンチッチッチが離れなくて、なんか映画見てる時になんかもうそこが離れなくて、途中集中できなくて、チャン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 チッチッチチャンチャンチャンもチャンチャンチャンチッチッチチャンチャンチャンが離れなくて。ありがとう三色団子そう、踊ってはないよけど、なんか頭で乗ってた気がする、多分。ちょ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 、うんうん、ランダムはね、余裕があったら買いたいよね、頼り翼いいよね。
じゃん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 。リトマいいよね。ここはこれ。え行こうて火曜日。星のかけらをもう離れなかった。星のかけちちち。なんかちちちが好きなのかな。あのオーバーザトップの K2 公演の星のかけらをもう離れなかった今日。ちゃんちゃんちゃちちちと星のかけちちちが離れなかった。ありがとう桜の花びら。星のかけらを集め。ガンダムランダム。ありがとう桜の花びら。星のかけらを。なんだっけ、え英語で会話を呼びかけながらアメリカの首都を知らなくても、3日ずつ伸びてく、やばい制服の目だね、ニセちゃんの万華鏡ね、ありがとうさくら。 X 見た、みんなコメント待ってます、こんばんは、ありがとう三色団子。星のかけらを、ありがとう花びら、ありがとうございます。小室哲哉さん、ちっちっち、ここはちゃんに見えてくる。待ってるよコメント、ありがとう三色団子、ありがとうございますさくら。わずかな金ね、わずかキュウリみたいなの持ってるやつ、ありがとうコメント、お団子食べてました。ありがとうございます三色団子。何団子だったでしょう。正解は抹茶です。めっちゃ美味しかった、美味しかったです、あれ抹茶ですよ抹茶。あ、お団子ありがとうございます、いただきます、お団子抹茶でした。なんだっけ、みんな何頼んでたっけな、あれみんななんだっけ、芋、ありがとう桜の花びら、みんなあれだった気がする、モンブランな気がった気がする、みんなキュウリやばくない、キュウリやばいよ、キュウリやばいよね、あれは思ってたらキュウリやばいね。桜見に行こう、高藤へレッツゴー、ポストありがとう、いもいもいも、星のかけらを集め、好きなの選んでうちは待ちにしました、ありがとう桜の花びら。ありがとうございます三色団子、抹茶の正義、ありがとうございます花びら。ねえ離れないんだけど、離れない、星のかけらを、マジで高藤3時間かけて見に行こう、え調べてみ高藤の、あの高藤を、ありがとう三色団子、コストコ行きたい、うち今コストコ昔めっちゃ行ってたんだけどさ、もう今行ける機会がなくて行けてないんですよね、さっき仕事から帰ってきて朝も可愛い夜も可愛い、ありがとうありがとう、おつにじお仕事、タピオカ飲みたい、桜ありがとうございます、お人形さんみたいだね、嬉しい、ありがとうございます、
桜ありがとう。急なコストコ、コストコ大好き。星のかけらを離れない。とても抹茶には見えません。え、抹茶だよ。え、わかる。マジでコストコ行くと冷蔵庫やばいよね。もうさ、プルコギとさ、ホットドッグが美味しすぎる。あとソフトクリーム。マジっておっきいよね。なんかコストコってなんかビッグサイズだよね、すべてが。いいよね、脳内再生。星のかけらを集め、やばい。確かにチョコ、え、チョコいいね。え、チーズケーキめちゃくちゃ美味しくない？コストコのティラミスとかめちゃくちゃ好きなんだよね。ハートありがとうございます。アメリカンいいよね。え、サーモンマジで美味しい。コストコの、ティラミス美味しい。コストコと多いよね。なんだろうね、韓国のウサギのキャラクター、なんだろう、どんなやつだろう。早く5月こんからね、楽しみにモチベで頑張りましょう、一緒に。餌も美味しい。ステーキね、お肉美味しいよね。岐阜ね。え、うちどこのコストコ行ってたんだろう。富山、富山にコストコってある。やっぱお腹減ってきた。うちも星のかけらを集め、え、どこ行ったんだろう、うち。え、なんかさ、面白くない？これなんか、え、どういうこと？このうちの今の格好なんか飛んでる？え、なんか飛んでない？飛んでるみたいな。なんか千と千尋のさ、あれじゃない、なんか白と千尋がさ手つないで空飛んでるみたいな感じじゃない？気のせいかな、みんなと見え方違う。なんかめっちゃそれじゃない、千と千尋のさ。それじゃん今。やだ、エスターバニー。え、後で調べる。ありがとうね、たくさん言ってくれて。三色団子ありがとうございます。え、気になる、エスターバニー。コストコ市にもあるの。ネオトレット行きたい。待ってるよ、制服の目でも。やばいよね、確かに。飛ぶ22時、やばいね。ありがとう桜。空中羽ばたく虹ちゃん。え、飛んでるように見えたよね、虹の上を飛んでる。桜ありがとう。反転してるらしいよね。なんかさ、いつもさ、うちが見てるこの、自分で見てるこのカメラとさ、みんながスクショしてくれてさ、あの X とかに載せてるやつがの顔が違くてびっくりする。桜ありがとう、ありがとう桜。三色団子たくさんありがとうございます。えー、名古屋にあるんだコストコ。えー、ココミ似てる、うるさぎ。エスターバーに流行ってるらしい。えー、調べる絶対に。ありがとう。名古屋から1時間くらいでアウトレット。えー、行きたい。モール、モールいいね。X めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです、ありがとう。桜の花びら、え、コストコ行きたいね。コストコ行って何するって話なんだけどさ、自分のお金で何かを買うってわけでもないからさ。え、読めない。スカイエキスポ、え、ありがとう、桜の涙。
いいね。コストコめっちゃ行きたいんだよね。なんかぬいぐるみ買ってたよく。あとニジニちゃんなんかもしかしてそうだと思う。あるかも。わざかの金せびってコストコへ。トコナメ？すごい名前だね。トコナメね。わざかの金せびってコストコへ。つねすびり。つねすびりだよね。普通に。つねすべ、つねすべ。コストコ、ね、CM みたいだよね。思ったしみるな。いいな、行きたいな。会員証持たないとね。会員証持たないといけないからコストコは。みんな結構行くんだコストコも。ありがとう三色団子。コストコ高いよね。高い。でもお得なのかなあれって。見てみるとやっぱり。今日もツイッターの写真可愛すぎてスマホの優先だった。嬉しい、ありがとう。アイコンがの癖が強いな。カズレーザー、カズレーザーじゃなくてカズレーザーじゃなくて、待って、なあ、そう、カスガさんのお姉ちゃんがさ、よくさ一緒に真似してるから面白いんだよね。なんで今カズレーザーさんが出てきたっていうと、なんかお姉ちゃんがなんかカズレーザーさんの真似してるんだよね。めちゃくちゃ面白くてやばいんだよねそれが。ココミの名刺で入れるよ絶対に。コストコ、あ、トーク会買います。ありがとう、ありがとうございます。ね、コストコはねやっぱりね、まとめ買いしないともったいないですね。カズレーザーさんのもの、カズレーザーさんだよねあれ。待って、わかん、カズレーザーさんじゃないかもしれない。あれどうだ、誰だっけあれ。あれ、待って、わかんなくなっちゃった。ありがとう。何最悪。見て、またさリップからさ出てきてた。ママに拭いてもらわなきゃ。ありがとう桜。コストコのサーモン丸かじりね、知ってます。なんかこれなんでだろう。ありがとう。ホットドッグね、プルコギが本当に美味しいんですよ。こんばんは、ありがとう三色団子桜、ありがとうございます。レイザーラモン、ママこんばんは。星のかけらを集め、ありがとう桜三色団子、ありがとうございます。チョコのケーキね。マネージャーです。いや、このねベッドについちゃうんだよね、置いちゃうと。だから拭いてもらいます。プルコギマジで美味しいよね桜、ありがとうございます。ありがとう三色団子。ママーって呼んだら来るからね。あ、見て、また千と千尋。めちゃくちゃなんかぽくない？吐くみたいになりそう。ありがとうございます桜。北風を受けて南へと急ぐ渡り鳥心にやぎじゃん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 、ちっちゃ。ありがとう桜。外出ると目立つんじゃね、可愛すぎて。全然、あの今日の映画もこのハーフツインで行ったんですけど、めちゃくちゃ静かに、あの
あの静かで影薄かったです。目かゆい。ありがとうございます。さくらさくらさんみたいになったらもかちゃんじゃなくてママが来るんじゃない。いや来ますよ。多分配信を止めてくれますありがとうさくら。それかティッシュを持ってきてくれます。ありがとうさくら。何の映画でしょう。変な家です。影が薄いのは僕だよ。いや全然。えジブリパーク気になる。来たくんだよ。ありがとうさくら。星の影らありがとう桜三色団子。ありがとうございます。えめちゃくちゃ静かですよ。うちはそれは多分帽子かぶってサングラスしてマスク。いや全然あのマスクだけです。あのハーフツインでマスクだけしていましたけど視線は感じるけどね。全然数人です。めっちゃリアルじゃない。視線は感じるけど数人ってめっちゃリアルだね。ありがとうサイリウム。ありがとうございます音符。変装しないよ。だって変装してもバレないんだもんえ変装しても変装しなくてもバレないんですよ。うちはそんな SK の劇場の目の前を歩くとか言ったらさちょっとあれじゃん。それでさ多分マスクしてても多分見る人は分かると思うんだよね。うちのことを知ってる人は。でもさバレないよね多分。高くめっちゃ怖かった。そう間取りがおかしいやつマジで面白かったです。できました。ありがとうございます。だるまありがとう。近寄ってはいけないオーラ。ココミンには絶対バレるかな。そう思う。みんないたら気づく。うちがありがとうさくら。今日も一日かゆくてありがとう。 80% ですここに今。あーコメントがココミン視力いいよ。ありがとうございますさくら。ハートありがとう。いやありがとうねさくら。たくさん全然バレないですよ。気づいても逃げちゃうタク。みんな気づく。あ気づくって言ってたか。ココミンはいないかなって思って歩いてます。いや案外めちゃくちゃいるよ。ありがとうさくら。あ映画館あなたしかいなかったので。いやめっちゃ混んでたもう混みすぎてて、なんか多分うちと同い年ぐらいの学生の子たちが多分卒業したじゃん。そのクラスの子たちと一緒に映画を見てたのかな。もうすごかった。人すぎてもう全学生多分同い年ぐらいの学生の子たちが大量にいた。もうマジで今変な家人気すぎててやばい。もうどの SNS 見てても変な家しか流れてこない。お嬉しいニャンズの方ありがとうございます。星のかけら間違いも恐れて話しかけない。アイドルになりませんか。肘でも遠から見るだけかな。みんなさどこに住んでるの逆に。あ、かわいい。ありがとうございます。みんなさどこに住んでんの。ありがとうさくら。気づかない。すごいなそれは。嬉しくてありがとうございますさくら。佐賀滋賀かこれ。佐賀滋賀千葉県岐阜県埼玉名古屋知多半島東京石川田舎田舎っていうところ長野県鳥取でなく大阪
長野県、愛知出身だけど1年間東京、名古屋の隅っこ、東京、滋賀、トヨタ。すごいな、結構みんなさ県外じゃん。仕事終わったからラーメン食べてきていいな。おつにし、お仕事、名古屋の隅っこ、安曇野、愛知、愛媛、セントレアからちょっと東、めっちゃ詳しいじゃん、めっちゃ詳しいじゃん。春日井、俺は東京、埼玉。いや揃うよ。星のかけらを、安曇野のいいなソフトクリームね、あるよね、あれでしょ、わさびソフトありますよ。東京いいね、東京、東京いいね、日本のね一番の都会。学校は東京、すごいね、すごくない？大阪生まれ、学校は東京からの名古屋、三大都市圏回ってんじゃん。こんばんは、わかりメッセージしか行きません。長野隣県、岐阜かな、静岡、愛知、富山、石川、新潟。わからない、ありがとう三色団子。愛知住んでる人嬉しい、税金もやるべきだね。秋田さん、秋田さん、名古屋も都会ですか？東京の、東京はやばいよ、都会すぎて。愛知だよね、びっくりした。ただ AKB 劇場は20分、いいね。通学路に原宿入ってるから、逆に竹下通り飽きて、やっぱり栄しか勝たん。やばいやばいって、それもめっちゃ、もうなんかさ、うちの多分同じ学校の長野県の田舎のね子たちに行ったら、もう衝撃の言葉すぎるよ。こんばんは初見さん、もう確かにスカイキスポね、長野まで割と近いね。35分ありがとうございます。あー確かに千葉だね、名古屋に住んでる人が羨ましいね、遠いもんね。名古屋に住みたい、結婚してありがとう。2時間かかる、ありがとうございますさくら。長野はなんかどこでも行けるところにあるですよ、あのなんか遠い県にもまあ行けるっちゃ行けるみたいな。埼玉住まいだけど幕張かかるね、結構。幕張って遠いの？金子支配人さん聞いたことある、行ってみたい県。今はでも行きたい県は大阪とか京都とか沖縄行きたいです今。名古屋着いた、新幹線かな。長野最強説ありますよ、縦に長い。なんかさ、長野県出身って言ってもさ、もう広すぎてさ、あれじゃない、どこって感じじゃない。こんばんは、夜帰るときめちゃくちゃ怖いね、怖いね、もう山道怖いよね、田舎だからわかる、とこですよ。確かに最強説、詳しく3部しか間に合わない、そっか大変だね。中の長い、もう長すぎる、なんであんなに縦に長いのかって感じ。
シナのね、かわいい、ありがとう初見さん、センキュー。え、謎だよね、こんなに長い剣がさあるのになぜ来なかったのか、長野県出身メンバーが。ありがとうさくら、松本城も長野です、ありがとうさくら。長野スタバあるから、そんな田舎じゃないからね、ないとこもあるかもだけど。4時間かかる、結構きついね、新幹線で4時間は。君のネームは伊藤ここみです、伊藤ここみです。そう、ハーフツインです今日。もう最近はあのトーク会の練習して、いろんな髪型の練習してて、この2日間はハーフツインです。今日に関してはこれで映画見に行って、これで練習してきました、あのレッスン場に。明日鳥取から公演見に行きます。え、ありがとう、誰のサイリウム振るんだろう、ありがとうサイリウムじゃない、ありがとうお団子、ありがとうございます。え、鳥取いいね、待ってます。誰のサイリウム振ってもいいですけど、全然楽しんでほしいですね。木乗ってる子多いね、特にミラ、ミラ。長野は縦に長くて、静岡は横に長いです。善光寺あるね、長野イオンモール系あるから、モールがありますよ、モール。ありがとうさくら、そうだね、ココミンが初になる運命だったので。あ、目線東京なんだ、ありがとう三色団子。長野市と松本市は全然違う、長野市都会だよね、可愛い、ありがとうございます。痛い、先日の幕張のカチューシャ可愛かった、ありがとう、カチューシャしました。ここみです、ここみ、ここみ伊藤です、こう KOKO です、 KOKO。星のかけらを、ありがとう、サイリウム、ありがとう、やばいよね、サイリウムにとらわれすぎてて、ありがとうございます。桜、ありがとうサイリウム振ってくれて、中学3年生のココミこと伊藤ココミです。星のかけら、あ、青緑ありがとうございます、嬉しい。ココミが名古屋を向いてますよ、サイリウムありがとうって言っちゃってますけど、ね、モールって言うんですよ、うちイオンモールのこと。ありがとうございます、桜の花びら、バラもありがとうございます。準備できてますね、あとは入学するのみって感じですけど、そうね、人力で一番可愛いココミンです、嫌悪されました。世界に引き継がれましたね、うちって何顔だと思う。ありがとうございます、桜、青緑フリフリします、ありがとう。中央、上新、上新、え、ま、漢字が読めない、中央、え、マジで漢字苦手なんだよね。ここ素敵なファンの方多いですよ、平和です、平和。心の中で青緑風お願いします。多少緊張してる、あ、頑張ろうね、一緒に頑張ろう、ありがとう三色団子、桜ありがとうございます、早く会いましょうよ、ありがとうございます桜、 so much、
上信越道か、上信越道、心の中で叫んでる。近いうちに制服飲み行きますね、待ってます、ありがとう。唯一無二、ありがとうありがとう、楽しみにね、明日お願いします、制服の目。諦めずに待ち続けてください、必ず当たります、必ず行ける日が来ます。おつにじ、お疲れ様です、2度目の訪問それにしてもクミカワイありがとう、ありがとうございます。こっそり遠く行くので他の住人来ちゃった、名前の共有だけは。よかった、ための待ってます、ありがとう、おめでとう、ありがとう、おめでとうです、ありがとうございます、さくら、ありがとうございます。今世紀最大、え、なんでバレたら泣くの。え、友達が多いんだね、この方は。皆さんファンの方同士の有名人なの。伸びた花は元には戻る、止まらないよ、息になってる、調子に乗ってる、勢いだけで勝ち進むぜ、ピノキオくん、負け知らず、ピノキオ花の実で。おつにじ、桜の日にありがとう、ありがとうございます。桜、4日はうちは少しアレンジしていくね、見つけます、ありがとう。三色団子ありがとうございます。なんで週末でぜひ待ってます。塩を超えた対応されてしまう。桜の花びらありがとうございます。あの花持ってやる、有名人の方もいるんだ、ありがとう。桜の花びら止まらないよ、ありがとう。三色団子遅れまして、大丈夫だよ全然。ココミン日焼けしやすいのでこんなに黒いです、肌が。てかジグロです、ジグロ、ジグロです。え、大富豪やってましたよ、やってる、たまに。ありがとう三色団子。枯葉のステーションね、ネオン受け取るわ、受け取っとく。桜、ここ見ないすぎる、毎日お正月ありがとう。おすにじー、え、してください。 JK ココミン、ありがとう。桜の花びら、三色団子ありがとうございます。桜ありがとうございます。いや無名じゃないよ全然、うちはアンさんのファンですごい覚えてたから。応募できない、また公演のココミンね、待ってるよ、待ってます、ありがとう。三色団子、みよまるさん有名にはなれません、ありがとう。桜の花びら、今年の夏は日焼け対策をしないとやばいです、ありがとうございます。桜また公園行きたい、待ってるよ、皆さんぜひ来てください。芸術はまだまだ先だけど、昨日よりも近づいている。ありがとう三色団子。うつむいてた人はみんな、
お、コイン貯めてます。あ、嬉しい。真っ黒にならないように。ゆあにゃんが日焼け止めしない子初めて見た。マジで。うちのことかな、それ。日焼け止め塗ったことがなかったんですよね。今年、去年の夏か初めて塗ったぐらい。対面済み。ありがとう。最前列とか満足できるか不安。最初が良すぎた。あ、そうだね。また、2列目ぐらい当たってほしい。ありがとう、桜。花びらありがとうございます、たくさん。まあ、監視してるのでね、皆さんのこと。5番ありがとう、ハートありがとうございます。え、マジでわかる。日焼け止めさ、ベタベタして本当に無理なんですよね。桜ありがとうございます。これからファンどんどん増えると思うよ。頑張ります。増えるように。ありがとう、桜の花びら。エゴサしますよ。エゴサは常に5分に1回ぐらいハッシュタグ伊藤ココミとミンミンココミンで見てます。うつむいてた人はみんな監視。ありがとう、桜。ベタベタしない。え、スティック型。ありがとう。ベタベタするのが苦手だからさ、監視されるような席で見ない。うつむいてた人はみんな顔上げる。日焼けしたい派。うちもそうなんだよね。ハスポスト待ってるよ。もうすぐ明日は絶対予約入れます。今日の夜中に入れる。明日の予約、この配信終わったら予約入れます。絶対に。さっきママと話してたので、明日の集合時間に合わせて配信したいので。え、そう、明日の集合時間の前に配信したいので、そこで合わせます。絶対に。だから予約しますね、今日の夜に。ホログラムみたいで街明かりも現実感が、光と影知らぬ間に雨が降り出して、これから何すればいいのか。朝5時。ありがとう、リンボスター、ありがとうございます。うつむいてた人はみんな。もうすぐ。ありがとうございます、さくら。配信予約絶対します。それが明日のラスト配信。ハート、さくら、ありがとうございます。え、スクショめちゃくちゃ可愛いよ。ありがとう。全然加工もなんか可愛くしてくれててありがとうございます。フォログ、 かっこいいよねここ。ありがとう、さくら。街明かりも現実感が、余裕やで。朝5時でニヤッとするのやめて。愛のココグラムの推しカメラ、愛の2次グラムで。ありがとう。あれ、ラブレターありがとうございます。髪型似合ってる、ありがとう。ハーフツインです。少したくさん載せました。いつもね、ありがとうございます。ありがとう、だるま。あなたが関心って言うとなんか可愛いよね。ありがとうございます。いつも雑雑なスクショで。え、全然嬉しいです、スクショ。ありがとうございます。ありがとう、さくら。ほら、これで出かけてました。強くない？そう、めっちゃ可愛くて、加工の仕方が。え、これめっちゃ可愛いよね。おすすめですよ。おすすめって言ってもさ、あれか。おすすめって言ってもあれか。あれか。あれ、サイリウム、レインボースター、ありがとうございます。いつも岩西一緒でごめんなさい。グッド。
可愛いよね。街明かりも現実感が。俺も可愛い。来てねみんな、トーク会で来て、来てねこれ絶対に待ってます、トーク会で。え、どんな理由ですか？にじにじちゃん気になった理由あるんですけど。ありがとう毎日国民ポスト。さすがにそれは無理っす、俺らは消えらん。参考にしてください、おすすめなので。流行りですよ、街明かりも。でも本当に可愛いじゃんね。これはちょっとわからないんですけど、よく街明かりも横顔。ありがとうございます。可愛いよね。頑張ってるんですよ、これでも汚いけどうまくできるように。一応その時働きます、ぜひお願いします。マジやかりも仕事だからあまり見れない、本当にね時間があれなんですけど。光と影、石塚さんのアバターと警察アバターの方のポスター見てて前から気になってたんですよ。あ、ありがとう、引き連れてくれたんですね、二人が。ハーフツインだよ。Look at me。ね、嬉しいよね、ありがとう、そう言ってもらえて、うちも嬉しいです。今日は早めのスクショタイムです。光と影、ポーズが思いつかなくてさ、ウインクしてなんとかやってます。みんなめちゃめちゃ笑う。ありがとう、前髪綺麗ですか？これもう本当にやばいんだよね今日。これで練習して、なんかもう前髪が汗で。ありがとうございます。桜来るの遅くない？お、調子よ。ありがとう、公園で見て気になりました、嬉しい。桜ありがとうございます。手可愛いですか？可愛い、ありがとう。ベリベリスーパープリティアイドル、ありがとう。え、ウィンクめっちゃ好きなの嬉しい。そんな下手くそなのに。わずかわずかまで、だからいつもいつも可愛さ更新される、日々可愛さアップ、いい音。え、不況嬉しい、ありがとうね。街明かりも現実感がないよ、マジで可愛さアップしてる。え、だよね、なんか顔が変わったんですかけど、多分これはメイクな気がして、やっぱメイク変えたの強いのかな。ありがとうございます。さくら、壇上を読みます。13位はシナモンの方。え、大丈夫かな、読んでも。ありがとう、さくら。ラスカルス、活動が充実してる。あ、嬉しい、頑張ってます、練習もたくさん。13位はシナモンの方、ありがとうございます。12位はペンギンの方、ありがとうございます。11位はタピオカの方、ありがとうございます。10位はオームランさんの男の子の方、ありがとうございます。9位はラスカル、ありがとうございます。8位は石塚さんのアバターの方、ありがとうございます。7位は岡本さんの浮き輪を持った方、ありがとうございます。6位は猫の鈴をつけた方、ありがとうございます。5位はにじんじの太陽の方、ありがとうございます。4位はポチャッコの方、ありがとうございます。3位は
泥棒猫ありがとうございます。2位はピンククマ、メロンソーダありがとうございます。1位はたこ焼きの方ありがとうございます。たこ焼き1位ありがとう、ありがとうございます。今日も2回も配信したんですけど、来てくれた方もありがとうございます。ギフトくれた方もコメントくれた方もお疲れ様です。皆さん来てくれてありがとう。ナイスピンポイント、ありがとうございます。来てくれて、僕はシーナもウサギじゃないもん、男の子の子犬だ。泥棒猫これ泥棒猫じゃないの。甘いのかわいいの大好きだもん、ありがとう。お団子ありがとうございます。僕はシーナもウサギじゃないもん。桜ギフトありがとうございます。これ泥棒猫じゃないの。あ、本当だ、桜ありがとう。ココミンが一番ありがとう。モンストしながらポスト待ってますよ、夜中起きてるので。これね、昔鍛えたんですよ、ありがとう。予約するね、どすこい。アバターもありがとうございます。今日本当に明日制服のみよろしくお願いします。楽しみます、ありがとう。アバターも本当にありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。一生懸命なココミンが好きでありがとうございます。 DMM ね、最善も待っているので。